千代田区立神田一橋中学校は、東京都千代田区一橋に位置する区立中学校。千代田区神田地域に所在する唯一の公立中学校である。2005年に一橋中学校、今川中学校、連成中学校の伝統を継続という形で、統合、旧一橋中学校から村上美奈子が初代校長に着任し開校した。 第一回卒業生の卒業番号は、一橋、今川、連生の卒業番号を足してからのスタートであった。校歌は、旧一橋のものを採用。校章は、旧一橋のものに、神田の二文字を付け足したものになった。採用決定時には、校歌、校章ともに、今川、連生からの反対の声もあった。越境通学する生徒の割合が高い。 情報教育日本一を目指しており、パソコンを利用した授業の研究が行われている。修熟度別授業、少人数授業、チームティーチングなど多様な形態で授業が実施されており、ネットワークを使った配信学習システムも導入されている。最寄り駅は、都営新宿線、三田線、東京メトロ、半蔵門線の人望町駅で徒歩3分の距離。 全校生徒数は252名、各学年3学級。この学校は日本に2校しかない通信教育課程を併設している中学校である。詳細は中学校、中学校の通信教育を参照。ありがとうございます。